大宮競輪のビッグバンク、今節はモーニングセブンの開催でした。第27回楽天K ドリームスカップの F2 戦、見事 A 級で優勝しました東京113期鈴木光大選手にお越しいただきました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。7月の青森以来3場所ぶりで、通算で13回目 A 級1年半戦7回目、今優勝のお気持ちは？まあ率直に嬉しいです。で決勝ですが、はい、埼玉東京で3人で、きっちりこう折り合っていい連携になりましたね。あ、そうですね、はい、で加藤選手が、はい、まあ、1回ちょっと並走が背から仕掛ける感じだったんですけど、はい、鈴木選手が考えたレース展開としてはどうだったんですか？まあ、レース展開、まあ、引いていけるところからまくりかなって感じだったんですで、まあ、いけるところ行ってくれたんでよかったんですけど、ちょっと止まっちゃったなっていうのがあったんで、ちょっと焦りがしましたね、はい。で今日初連携だったと思うんですけど、はい、むしろその加藤選手のいいところってのはどんな風に見てましたか？わあ、もう全体的になんか人としても優しいんで、すごい話しやすいんで連携しやすかったですね。で鈴木選手にとっての今シリーズの3日間はいかがでしたか？そうですね、最終日はまあ地元の間入ってしまってちょっと申し訳なかったんですけど、まあ、3日間通していい走りできたと思うんで、はい、次にもつなげていきたいと思います。2日目の準決勝がインからまくる形になったんですけど、はい、あれは実戦では初ですか？いや、結構打ち合いたら行っちゃうんですけど、まあ、後ろの斉藤さんもついてくれて、まあ、あれじゃついてこれないと思うんで、本当は外から行った方が良かったと思うんですけど、まあ、ちょっと勝ちにこだわってしまったっていうのがありますね。で鈴木選手自身、前期は S 級でなかなかいいところまで行ったんですけど、はい、そのあたり自信につながったりとかはありますか？まあ、そうですね、 S 級でも少し走れてたんで、まあ、A 級でもしっかり、勝てるように走っていきたいと思います。改めて自分自身の強みというのはどんなところですかね？強みはやっぱ練習量結構してるんで、それでは他の選手には負けないかなというのはありますね。ホームバンクとか練習仲間というのはどんな感じですか？まあ、最近は街道で、一人で結構乗り込みとかが多いんで、はい、そんな感じです。それはもしかすると俳優活動とのスケジュールの調整も含めてなんですか？いや、それはもう競輪一本で今集中して成績伸びてきてるんで、今競輪集中しようと思ってやっています。ちなみにですね、せっかくなんでお伺いしたいのは、はい、今の S 級上位で113期、はい、同期、はい、活躍してると思うんですけど、はい、それはどう感じてますか？まあ、ちょっとなんか出遅れた感じあって、やっぱ焦りあるんで、自分もクラスでしっかり戦えるように早く行きたいです。やっぱり松木選手と同じステージ。そうですね、早く立ちたいですね、はい。あとね、山口健也選手も多分元同期ですね。そうですね、元同期で、はい。ということはもうゆくゆくはやっぱりこう S 級上位で、まあそうですね、狙っていきたいと思います。その時は自分が前でやりたいぐらいの、まあ、できれば前でやりたいですね、はい。で次の予定が鈴木選手は慶応株になりますから、はい、ここに向けてはどうですか？まあ、地元戦久しぶりなんで、しっかりまあ優勝連続でできるように、調整していきたいと思います。では最後にファンの方にメッセージをお願いします。はい、3日間早朝から応援ありがとうございました。次もしっかり頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、大宮競輪のモーニングセブンの第27回楽天 K ドリームスカップ優勝の鈴木光大選手の喜びの声を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。